今日もやっていきましょう。使うパーティーは一緒ですね。レートがちょっとだけ上がったからあんま変わんないけど。せめて1900乗りたいよな。お、見つかりましたね。お相手のパーティーが、うわー、かばり坂。あんま得意じゃないやつだけど、なんとかなるはず。で、ヒリがいるので、カバリはそこ強いんですよね。ミミッキュがちょっと鬱陶しいかなって感じですね。で、ヒデからでいいかな、でも初手は。でも初手ガルドの可能性もあるか。でもレヒデは投げたい。伏せる大巻きを阻止したいので。ラティオスもまあなくはないですね。初手ガルドの場合はちょっと嫌だな。無限アイアとか飛んでくると、だいぶ厳しいものがある。リヒレランドロス何からいきますか。クチートはワンチャンありかなってぐらいですよね。初手レヒエの時にまずいのがミミッキュで、その場合どうするかって話で、クチート、まあゴーストゼットとか結構きついはきついけど、でもクチートかな。これいきますか。はい、よろしくお願いします。うちのパーティーかなりカバルトンが重たいので、カバに厚い選出しようと思ったけど、そもそも厚い選出できるほどカバに強い駒がいなかったっていう悲しい事態でしたね。このパーティーやっぱ物理系カバ結構突破しづらいな。ヨロヨロのヨロミミッキュやっぱそうくるよな。鬼火は食わないので、ここは引いてもいいかもしれませんね。一回化けの皮剥いてから引くって言っても、まあゼロなくはないけど、ここはクチート投げますか。あんまり力で消耗しても美味しくないので、カバルトン入りがきついというよりか、カバミミッキュリザードってなりがきつそうですね。うちのパーティー選出多分それな気がするけど、まあリザが X か Y かで変わっていきますけど、ここはクチート投げる。ジャレツクとかフェアリー Z だったらまあいい。剣舞の可能性あるよね。やっぱそうだよな。まあこれはしゃあない。 Z 飛んできそうだけど急がるしかないよな。はたき落とします。サスキの場合にあの化けの皮を剥ぎながら落とせるんで、ここははたきですね。あと命中安定でもありますしね。まああとはカバに引いてきた場合に5つ目の場合は5つ目落とせるんで、そこも考えてって感じかな。あれなんかクチートの HP 157で使ってんのか、ずっと HP155 のクチート使ってると思ってた。いや僕なんか結構トリールじゃない時のクチートはよく使う調整のやつがあって、それを使ってるつもりだったんですけど、全く違いますねこれは。まあいいか。あんま変わらんでしょ。突っ張っては来た。で、なんだ剣舞。ほーん、3段階アップのシャドウクロー Z って落ちんのかな。で、はたき落として、先の皮剥ぐでしょ。あ、タスキか。 OKOK、 ってことは Z はないから、ここからワンパンされることはない。ここじゃれつくでいいですね。シャドウクロー、いやこれは落ちない。半分ぐらい、持ってる入ったな。あ、でもこんなもんが3段階アップだったら、まあ、これでクリーケ突破なので、そこは OK。 急所は無駄でしょう。あ、丸つけてなかった。バツ丸リザードン、まあそうなるわな。 X か Y かで変わってきますが、ここはじゃれつくでいいかな。不意打ちもちょっと押したいけど、X であればとりあえず竜舞積まれなければ OK。 まあ竜舞積まれても最悪 OK かな。ラストカバルドンじゃないのかな。 X が OKOK であればレイジュランとか基本的に勝てるので、やばいのはここで竜舞積まれることだったんですが、その場合はジャレツクプラス優勢多分勝てるので、トロチャ、あー、まあそれもいい、それもいい、それもいいって言うんだけど、まあこれだったら冬打ちが正解なんですけど、A が上がったらリザードンであればランドロスで勝てるので、ここはランドですね。多分カバルドンだと思うんだよな。ただカバの場合はヒレ投げて、できそうな感じがする。
三分が入る。問題はギャラも別にか、ここは自信できます。相手なら結構レキレモタイカーな、この選出ってミッキーでリヒエ突破できなかったら相当きつい選出ですよね。ここにカバートンだとイトチャージ雷パンチってのはあんまりいない気がするしな。リザードはニトロチャージ型ってことは研磨ですかね、多分カバだと思うんだけど、あ、ガブか、ガブは別にいいよ。こっちスカークランドなんで上から自信打ちまくればいいですね。これはほぼ勝ったかな。ドラゴン Z の場合に落とされる可能性があったけど、その場合はこっちが先に持ってるし、ガブからランドワンパンスは立ってないはずなので、ここは自信連打でほぼ勝ち。相手スカーフランドはあんま警戒しなかったかな。はい、自信とで、リザードにも当然早いので自信で勝ちですね。ランドロス君頑張ってくれたな。なんか普通に負けたかなと思ったけど、選出というかパーティー的になんとかなりましたね。でリザードン相手リキでめちゃめちゃ重たかったな。リキで明確に有利なやついなくなかった、まあ、ワンチャンミミ、ワンチャンあったらミミッキーは有利だけど、はい、対戦ありがとうございました。ただきついと思ったけど割と完勝でしたね。続けてやっていきましょう。最近なんか動画撮った時全然負けないな。動画外でもそんなには負けてないんですけどね、まあ、レート上がってるわけなんで。このまま多分勝ったらあれじゃない、動画内だと6連勝ぐらいなんじゃね。やべ、また怒られるかも。負け試合あげろって。やっと見つかった。多分カットしたと思います。全然見つからなかったんで。で、お相手のパーティーが、リザードン、月光がガブリアス、ミミッキュ、カプ、コケコ、テッカギアですね。さっきと似てるなパーティーが。ミミッキュ、ガブリアス、リザードン一緒ですよね。さっきこの3体の選手でしたが、今回どうなんだろうな。月光が来そうですよね。初手クチートめっちゃ痛いけど、でも微妙だな。クチート自体がそもそも微妙か。リザードンはありありのありですね。ランドボルトリザードン、でもこれはな、ちょっと相手の相手積みますよね。ミミッキュちゃんで、ミミッキュじゃない初手の月光がでだいぶきついよな。でヒレにしとくか。ランドリザレヒレ、ガブを結構重たく見つつリザを通す選出、悪くなさそうですね。これでいきますか。はい、対戦よろしくお願いします。選出がランドレヒレリザード。ランドレヒレの選出率高いな。レヒレが一番高い気がする。このパーティー一番低いのは左上のやつですね。ラティオス君、あなたです。ガルラギア出していきたいんだけどね。ヨロヨロのヨロで、ランドロス、結構が、まあ、これは読み通りで、トンボ返りからレヒレっていう動きですね。でスカーフの場合殺されますが、その場合リザードをなしで積むときはできるっちゃできるんで、ここはトンボ返り。読まれるかなこのスカーフランドって。今あんまいないからね。オッケーオッケー、ダメージはそこそこで、レヒレ投げるでしょ。で次のターン卓がちょっと発生しますね。卓でもないけどな。 Z 技4になってこいつの可能性あるもんな。弾とかあったらまあいいんだけど。冷凍ビーム、はい、これダストが来る可能性。ダストは別に耐えるからいいんですけど、Z の場合やね。でもその場合ランドルも結構きついからな。そう考えたらもうこっちに突っ張るか。引く波の入りいいですね。かぐやに引いていく可能性がゼロじゃないので、あとはムーンフォースミリザードンとかもまあゼロじゃないので、他は波の入り草、いやこれは全然入んない。ただ波より半減なんで微妙ですね。これなんか知らない人結構多いんだよな。全然入んないんだけどねこれ。で波の入り、いや落ちると思うけどな、この HP だったら。だったらムーンフォースだったと思ったけど、オッケー落とした。で重たい月光が処理ですね。あとはリザを通す動きでいいと思うんだよな。ミミッキュ、これは化けの皮剥ぎますか。ムーンフォースでラストがガブリアスの場合は、まあ、ランドがいれば勝てるっちゃ勝てる。
かぐやもまあいけるかな、リザードンいれば。コケコもまあいけるっちゃいける。 Z かここで変換やりのじゃない、落ちるかな、積んでないし、なんか耐えそうな気もするけど、さすがにあれかダメすぎか、ミミッキョ全力の Z 技無限アイアイのイザナイ。ここで耐えるとね、だとだいぶ違うんだけど、化けの皮剥げるから耐えると思うけど、揺れ耐えましたね、よっわ。 Z 使ってこれか、やっぱミミッキョって低所属地だわ。デムフォース当てるでしょ、 C ダウンはまあ関係ない。多分ゲコがサスキだったんだろうな。これ挑発打つか、自然の怒りでいいか。挑発打ったままあんま意味ないですよね、自然の怒りで。高三敗退戦ありがとうございました。今日結構早かったな。まあ2戦やったんで終わりということで、お疲れ様でした。